がお過ごしでしょうか。今日開封する商品はこちらでございます。じゃじゃーん、ストレッチーズズータントでございます。今日はこちらを開封します。ストレッチーズズータントですよ。ズータントを集めよう。全部で16種類、暗闇で光るやつもいるぞ。ブックレット付き、伸びるストレッチーズズータントとなっております。裏面はこのような感じ。16種類のズータントを集めようと書かれています。いろんなやつがいますね。それでは開封、ブヒーバキー。それではブックレットから3、2、1、ギュー。おー、大口バシザメ。何ですか、鳥ですか、サメですか。ブシッ、大口バシザメ、大橋プラスサメ。大橋ってなんだ。進化能力、硬いくちばし、早く泳げる。まあ見た感じそんな感じですよね。大口バシザメは大橋から鋭く大きなくちばしを受け継いだ。そのくちばしで水を切り裂くことでサメの泳ぐ力を最大限に高め、信じられないほどのスピードで動き回る。大橋ってこれなんだ。見たことはあるな。熱帯雨林に生息してるんだって。日本じゃ見ませんね。そしてこちらご存知、サメ。大橋とサメが合体して大口バチザメ負け。青一色の海の中、颯爽と泳ぐ大口バチザメの黄色の体だけが際立っている。あそこにいる大きな生き物は何だろう。怖そうだけど近づいてみよう。いざとなればすぐ逃げ切れるさ。意外と度胸はないタイプ、戦わないタイプ。海の底ではエレシャークが獲物を探して歩いていた。うまそうな獲物が来たぞ。この大きな口でガブリと噛みついてやる。これは勝てそうにないですね。だってこんな顔の人だもん。君にはちょっと厳しいと思う。大口バシザメはエレシャークが襲いかかってくるとさっと身をかわし、追いつかれる間もなくすぐに逃げ切った。戦わなくて正解だと思います。ラインナップはこのようになっております。いろんなやつがいますね。それでは大口バシザメさんの登場です。3、2、1、ギュー。かわいい。何このかわいさ。イルカじゃね、普通に。これはかわいいね。このイラストよりも全然かわいいよ。こっちの方が絶対かわいいじゃない。そして気になる点がこちら、色付きの砂って書いてある。君、色付きの砂入ってんの？なんか黄色くて中が何色なのかちょっとよくわからないけど、外見黄色いから色付きの砂が入ってんのかな。これまあレアなんでしょうかね。それでは伸ばしてみますよ。ブヨーン、伸びるね。お、わあ、こんな感じになりましたよ、謎の生物。そして横も行ってみます。横も行きます。ブイン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 。うわあ、たい焼きみたいになっちゃった。こうやってったらなんかアヒルちゃんみたいにもなんじゃない。アヒルっぽいな、なんかそんな形にも変形させられる。おお、そしてこんな風に大きくもできる。違う動物にもなりますな、これは。ほら、こんなに大きくなっちゃった。かわいいですね。でもこんなに細いんです。顔もこんなに細い。それでは今日はこの辺にしたいと思います。高評価、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。